今年11月に開かれる神戸マラソンに向け参加する予定のランナーを対象にしたランニング教室が開かれました大会の実行委員会が主催したこの教室には事前に出走権利とトレーニングプログラムのパッケージを購入したランナーおよそ60人が参加しました。今年で12回目を迎える神戸マラソンは ゴール地点前にあたる上り坂がランナーの負担となっていた課題を解消するため見直しが行われ従来のコースでの開催は今回で最後となります大会に向け合わせて6回開かれるこの教室は神戸マラソンで準優勝の経験もある八木佑樹さんから直接アドバイスを受けられるもので初回のきょうは体力測定と基礎知識の指導が行われました ずっとこうサブ4を行きたいなと思いながら、なかなか練習もあんまりうまくできてなかったんで、ちゃんとこう習って、目標達成したいなっていう思いがあって。コロナで大会がなくて、走るモチベーションが下がってしまって、ちょっと一からやり直そうと思いまして、参加しましまた。なんとか4時間30分を切って、笑顔でゴールしたいと思います。 神戸マラソンは11月17日に開かれおよそ2万人のランナーが神戸の街を駆け抜けます。